こんにちは、即歌塾の久保です。私、ツイッターがあるんですけども、これね、実はね、2012年から2015年ぐらいの間で、広島でね、あのアイドルさんを応援するイベントをやっていたんですけども、そこのスタッフをしている時に、まあ、作ったアカウントなんですよね。えー、当時は、私が広島のアイドルの発信源ということで、結構フォロワーさんいらっしゃったんですよね。で、お店をやっていたことも相まって、 えとお店で使ってるフォロワーあツイッターですねツイッターアカウントもフォロワーが増えて合計で10万人ぐらいになったんですよで今はツイッターの活動ほとんどしてないんでどんどんねあのフォロワーさんが減っていったのとあとやっぱりこうステアカウントで登録してる方はツイッターのアカウントがなくなったりとかして今ね、えー、ツイッターのアカウント1309人のフォロワーさんによって、まあ、私のツイートが見られているということになります 日々反応もそこそこあるんですけどもね、交流も生まれております。私が積極的にツイッター活動してないんで、フォローしてる人は864人なんですよね。でも、やっぱり1000人前後ね、フォローとフォロワーさんがいらっしゃると、その中で、うん、やっぱり2、3人ぐらいはね、関わる人がいるかなと。まあ10人はいないですけども、10人以下でツイッターを通じてコンタクトしてる方は定期的にいるっていう感じですよね。さあ、それでね、ツイッターをされてる方、もう 気になることだとだ思うんんですけども、フォロワーさんって増やしたいいじゃないですか。やっぱりツイッターって SNS なんであの多くの人との関わりの中で喜びがあったり楽しみがあったり利益が生まれたりとかするんですよ場合によっては何か商品をセールするかもしれませんよねそれからツイッターで出会って実際に会ってみましょうかみたいな恋愛にも発展することがあると思いますさあその中でねこういうことを聞いたことがないですフォロワーさんって売ってますよって感じですよこの仕組みについてなんですけども、 今回お話しすることができるようになりました。よろしかったらね、メンバーシップに参加していただいて、例えば一つ。ヤフオクでフォロワーさんが売ってますよと。例えば1万円払ってフォロワーさんが1000人つきますよみたいなね、そんな契約があるみたいなんですよ、商品がね。なんでそういうことが起きるのかなってことですよね。通常は自分のツイートに対して、興味がある人がフォローしてくれるはずなのに、 自分がツイートしてないのに他のところから何に興味があるか分かんない人がよっからしょというふうに自分のアカウントに来てくれるってことなんですよ。さあそのフォロワーさんに効果があるのかないのかというところもね込みで分かってくると思います、えー。情報はメンバーシップの方でお届けしますので月額390円のメンバーシップ実際入ってみてこういったツイッターのねフォロワーさんって買うことができるのかなその仕組みは何なのかなとそしてフォロワーさんを売ってる人ってのはどのぐらい儲かってるのかなと いいいいうことをちょっとと、ね、を見てみるといいかと思います今回ツイッターに関してのメンバーシップ情報は2件お届けしてます一つはこういうふうなフォロワーさんを買うという、ね、仕組みのこともう一つはフォロワーさんを買うんではなくて自分で自発的に多くの人との関係を作っていくフォロワーさんを増やしていくそんなサービスがあるということなんですよねそれについて紹介したいと思います2つ情報を流しますので メンバーシップの方はそちら2つともね、ツイッターのことをちょっと勉強してみてはいかがでしょうかあ。きっとビジネスにも活かせると思いますし、もしかしたら恋愛にも使えるかもしれません。それではメンバーシップでお待ちしております。よろしくお願いします。